はい、ありがとうございます。先ほどまでは坂下さんがなぜ国際協力に興味を持ったかみたいなところから、具体的に大学卒業してから何をしてたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では続きのお話をしていただこうかなと思ってまして、はい、大学職員の働かれてたと思いますし、その後アジアの方をボランティアするためのつなぎみたいな形でコーディネーターみたいなところでお仕事されてたっていうところまで聞いたんですけど、この後どういう形で進んでいくんですか？その後3年ぐらい大学職員勤めて、コーディネーターの仕事も1年とかの短期プロジェクトだったのでもちろん終わって、うんうんうん、でミュージカル自体も収益も上がんないし、まあ、なかなかしんどいっていうのもあって終わって、うんうんうん、ミュージカルを辞めたら大学の職員はミュージカルやるためにやってたので、辞めた1年後ぐらいに辞めますっていう話をして、そこからですね、まあ、リクルート系の関連の会社に行って、はい、求人広告って言われるようなものの広告枠の販売を企業さん相手にするっていうことを生業というかは始めたっていうところがあります、ね、あ、そうだったんですね、はい、実際そこのリクルート系の会社では具体的に営業みたいな形で広告枠を出しませんかみたいなのをされてらっしゃった。そうです、そうです、もうおっしゃる通りで、企業さんに求人のための広告を出しませんかっていうことをやってたんですね。じゃあリクルート系で働かれてた時は何かと並走させてたりしたんですか？そうですね、2015年ぐらいにですね、シリアの男の子のニュースを見て難民問題っていうのに興味を持つようになって、そこから日本にある難民系の NPO とかそういうイベントとか勉強会あったら顔を出すようになってっていう自分のね余暇活動としてやっていて、はい、そんな中で2年後ぐらいですかね、僕の知人に紹介してもらって NPO 法人ウェルジーっていう団体があるんですけど、そこを紹介してもらって、でそこでですねボランティアを始めるっていうのが実は並走して始まった、うん、あ、そうだったんですね、はい、ちなみになんですけど2015年の時にシリアの難民のニュースみたいなのを見たと思うんですけど、その時ってどういう風に感じられたんですか？話の件の話をさせていただいたと思うんですけど、僕らからするともう80年以上前のことで、はいはい、っていうので違う世界だと思ってたんですけど、話の件の違う世界だと思ったものが、うん、リアルで何千キロか何万キロか先で起きてるぞみたいな、はい、でしかも子供が死体で流れ着くってどういうことだっていうのが、うん、自分の中ですごいリンクしてですね、これには自分の運命みたいなのも感じるし、うん、そういうことが起きてるっていうのは人の業というか人間が起こしたいろんな罪だったり汚いものが難民とか紛争被害になっている人たちが受けてしまっている、はいはい、それは僕らも含めて責任があると思ってて、うん、そこに対して何かやらなきゃいけないなっていう使命感というかそんなものが湧いたっていうのはありますね、うんうん、なるほど。じゃあシリアの難民のニュースを聞いて坂下さんの中の自分事みたいな形で捉えられてたって感じなんですね、うん、そうですね。なるほど。じゃあそういった形でシリアの難民について興味を持ち始めて、ベルジーっていう NPO、うん、そうですね、NPO 法人に参画されると思うんですけど、ベルジーってどういう団体なんですか？事業的なところで言うとキャリアプログラムって言って、もう少し平たい言葉で言うと人材紹介的なのに近いことをやっていて、ね、っていうところですね。対象は難民ですか？ベルジーは日本に来てる難民庇護申請者の人たちをコンセプトとしてエンパワーメントしていく、で、はいはいはい、カラフルな世界を作っていくってことをやってる団体なので、うん、国は全然絞っていなくて。そうなんですね。じゃあ日本にいる難民の方に対してのサポートというか、そういったところを担当されてるような。そうですね、主にキャリアの部分ってかなり限定されちゃってはいるんですけれども、うんうんうん、っていうところであります。そうですね。ちなみになんですけど、うん、日本にいる難民の方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？数はですね、難民申請数みたいなので言うと、はい、2018年とか2019年とかも1万人とかを超えて。そうなんですね。いるので1万人申請があるんですね。そうですね。そうなんだ。なるほど、うん、実際難民の方ってどこから来る難民の方が多いんですか？申請を出している人たちで言うとアジア圏からが数的には多いですね。ベルジーでは多いのは、僕らはアフリカ系の人とか、はいはいはい、中央アジアとかの人が比較的多いです、ね、なるほど。実際なんですけど、僕のイメージで本当申し訳ないですけど、うん、日本に難民申請するって、うんうん、僕の中ではめちゃくちゃハードル高いんじゃないかなって思ってるんですよ、はいはいはい、申請したとしても来れない人がほとんどだったりだとか、うん、そういうのが結構厳しいんじゃないかなと思ってたりもするんですけど、うんうん、実際どうなんですか？難民申請するのはもうみんな来て最初旅行のビザとかで来たりするので、こっち来てから申請は。そういうことなんですね。そうです、そうです。難民申請するのに必要なプロセスってどんな感じなんですか？成田空港でもそういうところが出せる場所はあるはある、うん、法務局のところですね。あるんですけど大変というか、そこで下手にしたら捕まっちゃうみたいなこともあるみたいなので、うん、あとは入管でいうと東京と品川入管があるので、はいはいはい、そこで皆さん難民だったらアプリケーションフォームを書いて難民申請をするっていうところになりますね、はいはいはい、そうなんですね、はい、難民申請って母国で何か紛争とか起きているっていうところが背景で申請されるケースが多いんですかね、うん、そうですね。あとは部族間の話だったりとか、今だとジェンダー的なものもね、広い解釈でいうと差別とかが命の危険があったら難民ってところにもなるかなと思いますね。なるほど、そうなんですね、うん、じゃあウェルジーでボランティアみたいな形でされてらっしゃるんですけど、うんうん、今もそこは継続してるんですか？そうですね、今は一応非常勤の職員として一応やってます。ちなみに何年ぐらい今ウェルジーには所属されてらっしゃるんですか？ウェルジーはだからちょうど4年。そうですね、4年ぐらいです、ね、そうなんですね、長いですね、はい、実際その4年の中で一番大変だったなみたいなところってあったりします？楽しい瞬間もあれば綺麗事だけでは言えない、人の人生に伴走してるというか、うん、キャリアだけって言ってもそんな
巷の人材紹介業では全くないので、やっぱその人にいろんなところでのサポートを、言い方が良くないかもしなきゃいけないってことがたくさん発生するんですね。自分の知識が及ばないこと、他の国のこういうことがあってこうこうって言われても全然やっぱ想像つかないこととか、そのご家族がとかって話し合っても、僕は例えばメンタルの専門家でもないので、その話を聞いてあげることはできるんです。ここに何か対処できるわけではない。でやっぱり専門家探しに行かなきゃいけないけど、日本にはそもそも難民背景を持った人たちのメンタルケアできる人なんかほとんどいないみたいなところとか、そういうジレンマの中で動かざるを得ないっていうのはなかなか心苦しい部分は正直ありますね。あ、やっぱそうなんですね、うん、いやまあ難しいですよね、うん、何かの専門家ではないんで、うん、そこって寄り添うことってどこまでしていいのかっていうのは、うん、自分の中でもありますよ。そうですね。なるほど。実際そこを通じて、実際キャリアパスっていう形で、うん、難民で来られた方が、うん、日本の企業に就職されるのをお手伝いするようなイメージなんですね。そうです、そうです。実際うまくはまりますか、日本の企業と。地道な活動で、今でこそ LG か10社以上は事例としては。そうなんですね、はい、どんな企業さんが多いんですか。企業のサイズでいうと本当に数名のスタートアップベンチャーみたいなところから一部上場企業さんもいらっしゃるので、そこはあまり関係ないというか、比較的これは難民というか外国の方が多いと思うんですけど、 IT とかウェブエンジニアはやっぱり言語的なハードルがかなり低いみたいなところもあったりとか、あと IT エンジニアとかって外国の方どんどん入れてたりするんで、日本側も受け入れやすいみたいなこともあったりとかですね。比較的職業でいうとその人たちが半分近くを占めてるっていう事実はあるかなと。そうなんですね。じゃあ実際難民申請されてる方も自分に職を持って IT ができるよとか、うん、そういった職を活用して日本の企業さん側とマッチングしてるみたいな。そうですね。基本的には彼らのある程度プロフェッショナリティを生かすっていう前提ではやってます、うん、なるほど。そうなんですね。実際そこの企業さんの開拓って僕の中ではめちゃくちゃ難しいかなと思ってるんですよ、うん、日本って良くも悪くも日本語でのコミュニケーションがほとんどじゃないですか、はいはい、英語でのコミュニケーションってあんまり慣れてる方も多くないですし、どうやってアプローチしていくんですか。そこ僕で代表の渡辺とかが表に出ることが多いんですけども、そういうのを聞いて感化された経営者さんだったりとか大きい企業の幹部さんだったりとか含めて、まずはどんなことができるかっていうところから、雇用っていうところも一つやり方としてありますよっていうところで、まずは開拓していく。で、まあ、そこから僕らも難民の方たちをなるべく数をマッチングさせるっていうのが別に KPI でもなくって、本当にベストマッチでお互いのね人生が豊かになるっていうことが一つの僕らの目指す先なので、まあ、本当にそこに合う人をあてがってゆっくり進めていくっていう作業っていうのが発生して、ただなかなかねそんな綺麗事だけではないですし、やっぱりいろいろ丁寧に説明していく必要もあるっていうのはありますね、はい、まあ、やっぱり課題も絶対出てきますよね、うん、まずマッチングして就職してもらうのはいいけれども、そっからがまた、そうですね、壁がまたいっぱいありますね。そうですね。そういったところもサポートされてらっしゃるんですか。そうですね。ものすごいガッツリじゃないですけど結構サポートは、はい、してます。そうなんですね、はい、今何名ぐらい就職に携わられてたりするんですか。今はですね、直近で言うと1人か3人かな。あ、そうなんですね、はい、でも結構継続的にずっと入られてる。そうですね、1ヶ月に1回ぐらいは、特に入った時は1ヶ月に1回以上は先方とも当人とも話をしたりとかして、三者面談したりもしてっていうのを大体1年ぐらいは続けて働いてる場所、はい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 、職場に行ったりとか。じゃあもう相当伴走してるんですね。そうですね、寄り添った形でうまく日本の企業に馴染めるような形でやってるんですね。そうですね。面白いわこれは、はい、なるほど。実際そこで今も4年目っていう話だったと思うんですけど、ずっと今後も関わり続ける感じですか。あ、僕はそうですね、クビにならない限りはまあでも4年いるんで最古さんになれる。まあまあそうですね、最古さんの一人になる、うん、あ、そうなんですね。興味ある方はぜひ、そうですね、概要欄にウェルジーのリンクは貼っ付けてます。ありがとうございます。確認いただければなと思います、はい、ありがとうございます。じゃあこの動画では坂下さんが大学卒業してから働かれていて、大学職員してからその後何してたのかみたいなお話をお伺いしたんですけど、この次の動画では起業をされると思いますんで、今何しているのかっていうところのお話をお伺いできればと思います、はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。